今日はオイコスとオートミールで簡単ティラミスを作ってみました。朝ごはん、10時や3時のおやつにいかがでしょうか。それでは早速作っていきましょう。まず、キリのクリームチーズ1個を耐熱皿に入れたら、500ワットの電子レンジで10秒ほど加熱し、柔らかくしておく。プレーン、砂糖不使用のオイコス1個をボウルへ開ける。そこへオートミール粉大さじ3杯、インスタントコーヒー小さじ2分の1杯、ラカント大さじ1杯、はちみつ大さじ1杯、ラム酒小さじ2分の1杯。柔らかくしておいたキリのクリームチーズ1個を入れたら、滑らかになるまでよく混ぜる。お好みの容器、もしくは洗っておいたオイコスの容器に作った生地を入れていく。トントンしながら表面が平らになるように整えたら、冷蔵庫で一晩寝かせる。おはようございます。お好みで上からココアパウダーをたっぷりめに振りかける。今回はバナナ2切れと家庭菜園で育てているミントを添えてみました。粉砕が面倒な方は粒感のあるクイックオートミールで作ってみてください。より満足感のあるティラミスに仕上がりますよ。今回使った材料はこちらになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。